どうもです。こんにちは。おしんちゃんこと5歳です。本日の動画はなんか編集がなんかいまいちなんかです。またまたやってきました。本日はね、前回食べて美味しかった豚をメインに私は食べようと思います。ではみんなで行ってきます。お、注文しました。私は、今日は、豚3本の麺を煮たまで豚メインで食べてみようと思います。重い豚3本です。すごい焼きさんやばい、すごいね、すごい。今回は前回なかった大葉、大根、鬼おろし、大葉ミックスっていうトッピングが、ね、大葉、鬼おろし、ミックスで取らせたら50円。これ前回来た時はなかったんですけど、結構中山店さん、なんかいろんなトッピングを代わりやってるみたいです。今回は汁なしなんで、卵も油もね、多めに入れてもらいました。しかも今回はたまたまバラの部分があったそうで、バラのチャーシューです。普段はね、肩ロース。じゃあ、ごめんなさい、せーの、いただきます。よし、食べよう。よし、まず豚から行こう。めっちゃ美味しい。豚が、ね、ほんと豚が前回食べて美味しかったんですよ。でもこういうでかいの食べると、どっからどう食べようかすごい確定が決まる。ねえ、すいません、これって何ですか、この揚げてあるの。これ何ですか。前回食べたラーメンとはまた全然違った雰囲気ですね。ネギたっぷりみたい。なかなかね、しかも直径でとかなかなか食べれないですよね。やっぱね、二郎インパイアみたいなところだと二郎系み
とこだとアレンジされたのいっぱいありますけど、ね、昼でこういう珍しいメニューはなかなか食べれない。あ、今はないけどつけ麺もあるんですよ。ネギの辛みがいい感じに爽やかですね。この繊維みたいな部分がなんか筋っぽくて好きなんですよ。あの筋肉みたいな、このなんかこの部分が中毒性がある。もっと食べたい。細麺だから、うん、結構この量食べ応えある。うん、あ、ダメだ。なんか下からこの麺を掘り出そうとするとブチ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 切れてしまう。上のトッピングの重みが。断然ラーメン派だったけど汁なし派かも。なんか美味しい汁なしね。じゃあもう指が痛い。油もちょっといただいてもいいですか。さっぱりさせたいんだかこっちにさせたいんだかよくわかんない。出ちゃった。バラはもう脂がいっぱい脂の部分があって美味しいもん。
エレキのすごい甘くて香ばしい感じがもうほんとたまらない。それずっと動いてますか？ずっと動いてます。話しかけちゃ悪いかな。全然大丈夫。他の店より優しいですね。なんかあの二郎ってちょっとなんか怖いかもみたいな意味ありますけど、中山店さん来てるといいかも。そうですね。うちで怖いですね。でもちゃんとも太るのになって、こうさ、ほぐっと増えてきたら、うん、できた感がないんだよね。すごい固められてる。チャーシューの大きさでした。ほぐしたら増えました。すごい。前回すごい美味しかったんで、今回はねいっぱい食べたいなと思って3本でお願いしたんですけど、次4本食べに行きたいとしています。いや本当美味しかったです。汁なしはネギがね、あの揚げネギがすごいあのガツンとした美味しさで、ジャンクな感じがたまらない、うん、なんかサクサクっとした瞬間に甘く香ばしい感じが広がって美味しかったです。ごちそうさまです。